今度のご紹介になるんですけども、はいはい、MTI、ブランドの名前で言うと、うん、ヌアールですね、はい、うん、最近はもう本当に完全にワイヤレス の、うんうんうん、メーカーさんとしてこうかなり定着してきた感もありますけれども、そうですね、はいはい、こちらの、製品のご紹介になります、うん、で、今回ちょっと残念ながらメーカーさんからのご出演が、できないということで、うん、今回に関しましては、このスタジオの、僕根本と野村健二さん、うん、それから、はい、小岩小鳥さんにもちょっと、ご登場いただきまして、うん、この3人で、ヌアール製品実際に使ってみての、はいはいはい、感想をですね、うん、そちらの方をちょっと中心にお話をさせていただきたいと、はい、そうですね、思いますので、はい、はい、というわけで、また、中継の方で、小岩さんの方準備よろしいですかね。はい、小岩さん、あ、はい、はい、またよろしくお願いします。はい、というわけでね、ちょっと今お話しした通り残念ながらヌアールさん、ご登場ないんですけれども、うん、今回、新製品の、ヌアール N10 プラス、うん、それから、前回 のヘッドホン祭りオンラインでご紹介しました、N6 スポーツ、その2機種ですね、はい、こちらを、ありがとうございます、ちょっと小岩さんの方にも、お届けしてまして、お使いいただいた感想、まあ、僕と、野村さんももちろんねこの2つ使ってますので、はいはい、そちらのお話を、メーカーさんいないところで、うん、好き勝手にいないんで、させていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、というところで、そうですね、じゃあちょっとまず野村さんの方からお伺いしてもよろしいですかね、うん、はい、はい、そうですね、今回ね、うん、その取り上げるのが N10 プラス、プラス、はい、こちら、昨日発売、昨日です、はい、ですよね、そっかそっか、でも発売したてなんですよね。そうなんですよ、実際のところ、はい、であと、N6 スポーツっていうのは昨年の11月か、はい、発売さ、うん、してる製品なんですけどね、まあ、皆さん気になる N10 プラスについて先に言わせていただく、聞きましょうね、はい、まあ、ご期待通りです、皆さんの要は例の N10 ドライバー、はい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 、こいつがいよいよ実力を発揮してきたぞっていう感じの音がしましたというので、まあそのBluetooth 完全ワイヤレスイヤホンっていうのはやっぱりそのある程度機能的な部分の規格とかそういうのがすごく大事なんですけども、はいはい、こと音に関してはやっぱり、うん、なんて言うんでしょうね、ドライバーの実力をその狭い空間でいかに従前に発揮させてあげるかみたいなところが重要だったりするの で、うんうん、はい、でしかもこれ N10 っていうことなので、はい、いわゆる口径の大きいね10ミリドライバーそうですね、はい、が入っているので、それがいよいよMTI さん、はい、NR ブランドの開発者が理想としてきたところまで、うん、できてきたな、完成してきたかなっていう音がしてて、僕はすごく好感が持てました、はい、もちろん音色的なね、低音がこうとか、うん、高音がこうとかね、うん、バランスがこうとかって皆さん好みはあると思うんですけども、純粋に僕はそのドライバーの実力が発揮してきてて、完全ワイヤレスも実はマイクも良かったりするんですけど、はいはい、実力がいよいよここまで来たなっていう感じの音がしましたね、うん、はい、っていう感じなんですけども、うん、小岩さんはいかがでした、聞いてて。そうですね、音質的には本当にまさにね、やっぱりローミッド、低め、まあ、最低音っていうよりちょっとこうちょっと真ん中ぐらいですね、そのあたりにすごいパワーがあって、ベースとかがすごい聞きやすい感じでありましたね、うん、なるほど。で、あれですよね、はいはい、どうぞ。こういろいろとこう便利なとこがいろいろとあるなと思って、うんうん、私の場合 Android を使ってるんで、スマホ、はい、Google ファストペアっていうのでこう、うん、接続がすごく簡単にできたりとか、はいはい、うん、あとあれか、ノイキャンもアプリでこういろいろ変えれるのも良かったりするなと思ったりしましたね、うんうん、アプリ便利ですよね、本当 ね便利ですよね、うん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 、そうですね、アプリをね、これも前回確か小岩さんお話しあったかと思うんですけど、うん、はい、まあ、いわゆるそのなんていうか細かい調整ができるようなアプリとはまたちょっと違って、簡単な操作っていうんですかね、オンオフ、うんうん、まあ、項目はもちろんノイズキャンセルのありなしですとか、まあ後でちょっとお話しさしますけども、ゲーミングモードの切り替えが、ね、うん、あったりっていうのが、視覚的に分かりやすい
でそれプラス、例えばノイズキャンセルの聞き方も、3段階ですね、切り替えができたりっていうのが、まあ、いわゆる引き出し型っていうんですかね、それで、また微調整が機能、できるっていうようなちょっと使い勝手の良さを優先した感じのアプリになってますよね。ですねですね、こうあの耳のこのパーツもですね変えれるのもすごいいいなと思いました、はいはいはい、ありますかね、このちょっとね、なかなか難しいかな、ここちょっとこっちの手元カメラでいけるかな、あ、私の手元の小岩井さんの、はい、そのちょっとピョンと飛び出してる、そうなんです、これってすごい人によってはものすごいぴったりきてもうなんか外れなくて助かるわっていう人とちょっと苦手だなって人もいると思うんですけど、これ取り替えることもできますんで、ちゃんと付属パーツでついてますんで、そういったところもなんかフォローが手厚いなって思いましたね、はい、それ今装着してるってことは小岩さんつけられるときはそのパーツをつけて、はいっていう感じですか。そうですね、私はこっちのやつ結構好きで、支えてくれる感じがするんで、合えば、もう中には他の繊維とかで中に合わないものもあるんですけど、合えばこれつけて、やることが多いですね。お、僕はね逆にこれつけてるとちょっと苦手なんですよ、あ、そうなんですね、じゃあ取り替えてたんですかパーツ。そうです、これ、ね、もちろんその、まあ、いわゆるシリコンで できてるんで、つけないっていう、まあ、選択肢っていうんですかね、それも可能なんで、僕はそれをつけない状態でやってますね。 でもね、かなり装着感が、まあ、これ言っちゃうとあれなんですけど、まあ、前のモデルの N10 Pro よりも若干装着感変わってるんですよね。はい、なるほど、なるほど、なのでN10 Pro の時には逆に僕はそのサポートパーツがないと、うん、すぐに耳から落っこっちゃってたんです、うん、今撮っていただいたんですけど、そうです、今まさに、あ、ちょっと LR 逆だから待ってくださいね。それがね、前はちょっと僕ないとダメだったんですけど、今回は全くそれがなくても全然耳から落ちる感じがしなくて、普通に、装着できてたんで、はいはい、かなりね、まあ、やっぱりユーザーね使う方によっては本当にありなしっていうのを選んでいただけるっていうのは、僕は今回はあってもいいけどなくても大丈夫みたいな感じで、そんな感じでした。その時々でっていうところですよね。今日ね、今回紹介するもう一つの N6 スポーツなんかは、これはそういうのはしっかりね、ちゃんとついてて、あった方が良かったりするんですけど、お好みでいいかな、まあ、つけたり外したりっていうところは簡単にできますんでね。ですね、はい、こう選べるパーツがあるのっていいですよね、カスタマイズみたいなちょっと楽しさ、そうですね、はい、で、もう一つの方が今度は N6 の、スポーツ、こちらも小岩さん試していただいてますよね。はい、N6 も試させていただきました、はい、すごい面白いなと思ったのが、面白い、はい、いや、ね、IPX7 の防水とかついてたり、こうまさにこういわゆるスポーツモデルっていう感じで、はいはい、もういわゆるスポーツモデルが欲しいなっていう人にはぴったりで、でカラーもすごい可愛いんですよ、こっちの方が見やすいかな、小岩さんの方にはこのブルーとまあホワイトの2色っていうんですかね、ですね、すごい可愛くって、本当にスポーツにぴったりで、ここもね引っかかってくれてなんですけど、はい、そこも何が面白いって、このイヤピ、あ、はいはい、見てください、そうですね、さっきの、N10 プロ、N10 プラスの方は、まあ、いわゆる通常のイヤピースっていうんですかね、ヌナルさんのオリジナルではあるんですけども、ノーマルのイヤピースだけだったのが、このスポーツはちょっとね、今小岩さんの方でつけていただいているのがね、こう段がついてるというんですかね、ちょっとスリットが、入ってるような、はい、ちょっと特殊な形状のトラックイヤープラスっていう、はいはいはい、停車音イヤピだそうですよ、そうです、ね、イヤピース、そうそう、低い、はい、低いイヤピ、そうなんです、やっぱりね、ランニングとかしてると周りの音聞こえないのって危ないじゃないですか、そういうのに対応したイヤーピースで、ね、新しくオリジナルで、ヌアルさんが作られたという形なんですけどね、めちゃくちゃいいですよね、なんかやっぱりイヤホンつけて外に出たりするけどちょっと不安もあるじゃないですか、周りの音が聞こえてなくて危ない目にあったらどうしようとか、はいはいはい、っていう場合にこれちょうどなんていうかいい感じに外の音が聞こえて、そうなんですよね、すごくいいですね、イヤピースっていうとね、割とやっぱり皆さん重視するのは
遮音性、逆に音が、うん、外の音が聞こえづらいとか、あと自分が聞いてる音が外に漏れないっていうのが結構重視されるんですけど、うん、スポーツモデルってやっぱりつけたままね、まあちょっとランニングされたりとか、まあ、あとジムなんかでもね使う方もいらっしゃいますけど、うん、周りの音が聞こえないと逆に危ない、そうですね、うん、っていう状況があるんですよ。で、そういう時にさっきのその溝が入った方だと、それが要は逆に聞こえてくる、はい、音が外の音が聞こえてくるっていうことで安全性が増すっていうところですよね、うんうん、割とね、スポーツモデルいろいろあるんですけど、そのあたりって結構やっぱり皆さん買う時は重視されてて、後ろから車が来て、特に今だと車も静かな車多いので、はい、そう気がつかなくてね、ちょっと危ない目にあったっていう方もいらっしゃったので、うん、この取り組みというのはすごくユニークだなと僕も思いましたね、うんうん、ですね。外音取り込みっていろんなイヤホンで あると思うんですけど、うん、ノイキャンとかと合わせてあったりとかするんですけど、はい、それとはまたちょっと違う、なんかね、やっぱりリアルタイムでの、リアルでの、外の音を、遮音性を低くすることで聞くっていう、すごくね、面白い音なんで、これはこれでなんかちょっと楽しんで、ぜひ試してほしいですね。うん、はい、そうですね、僕もね、実は外ではなくて、まあ、はい、今回の、まあ、このね、ご紹介のためにこう主張してたんですけど、うん、普通に仕事しながら、うん、で音楽聴いてたんですけど、はいはい、その時ってやっぱり普通のイヤホンとかヘッドホンだとなかなか呼ばれても気がつかないんですよ。そうですね、でそれがこれだとね、割と結構聞こえるので、うん、呼ばれて、ああじゃあって言ってそちらの方にまたかかったりっていうのもできますんで、うん、いわゆるそのまあ、お仕事、まあ、あんまりね、仕事で音楽聴きながらっていうのも日本はなかなか難しいですけど、うんうん、そういった用途にも向いてますんでね、こちらの方ぜひ試していただければと、はい、特にランニングにおすすめなのはやっぱりその、うん、いわゆるアンビエントモードの製品って、はい、音は聞こえても方向が分かんなかったりする場合もあるんですね、うん、その車の音がどっちから近づいてるのかとか、はい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 、でやっぱりこの手 の, そのハード的にね、うん、外音を取り込んでるものはやっぱり人間どっちの方向とか分かりやすいので、うん、そういった面でもねすごくいいので、うん、そうですね、ね、ね、根本さんが意外と、うんうん、はい、どうぞどうぞ、いや、はい、主婦の方とかにもいいのかなって思っちゃったりしました。なるほど。とかあと母の日っていつだっけ、もうありましたっけ。いやいや、ね、っ 今度ですね、ここの中でしたっけ、はい、うん、母の日にめっちゃ良くないですかって思っちゃいました。なんかうちのお母さんとかもそうなんですけど、こうアプリでじゃあ外音取り込みができるんだよって言っても、うん、うーんってなっちゃうと思うんですよ。確かに切り替えをね。っていう場合に、そうなんですよ。これでそのままこれで使えばいいからねっていうのだけ伝えておけば、ね、家事しながらとか外でも危なくないと思うんで、はいはいはい、すごく母の日にいいなって思いました。うん、母の日か、なんかしなきゃ。どうですか。ちょっと考えておきます。はい、で、まあ、実はこの N6 でスポーツ、それからさっきご紹介した N10 プラス、はい、ね、ちょっと頭の方でもお話ししましたけど、ゲーミングモードっていうモードがついてまして、うん、これがいわゆるその遅延を遅くするモード、ね、うん、まあ、コーテックでさっきの、ローレンシーみたいにするものもあるんですけど、今回のこの N10 プラスと N6 スポーツに関してはヌアールさんのその、まあ、独自技術というかで、そのゲームをするときにも遅延を、まあ、なるべく少なくするっていう機能がありまして、これって本当どうなってるんでしょう ねどういう仕組みなのかって僕も分かんないんですけど、ね、聞きたかった。アップ X アダプティブとは違うわけなんですね。また違うんですよ、というのがこれ iPhone でも使えるんですよ。iPhone はそういういわゆるローレン停止対応のコデックって積んでないんですけど、うん、それでも機能する。で、うん、僕実際に iPhone ユーザーなんで、うん、そのゲーミングモードでゲームしてみたんですね、うん、まあ、いわゆる音ゲー、うん、まあ、小岩さんも出演されてる某コンデンツの音ゲーなんですけど、まあ、これ正直なお話すると完全に遅延がないとは言えないです、うん、ただ少なくとも通常のモード、ゲーミングモードをオフにしてやったときは、大体、ゲームオーバーにはならないまでもかなり厳しい状態なんですけど、それが、かなり、まあ、体力の減りが少ないっていう言い方の方がいいんですかね、っていうぐらいにはリズムが取れるんですよ。なるほどね。だからまあ
普通にスコア狙ったりとかそういう感じでの、まあ、使い方だとまだちょっと厳しいところあるんですけど、うん、例えば電車の中で、イベント走ってる時って見ちゃうとあれですけど、うん、あのどうしてもやらなきゃいけない、でもなかなか周りの環境を気にすると音出せない、うん、っていう時なんかは僕はすごく役に立つと思います、ね、うんっていう感じ。私もあの、うん、いわゆる FPS ゲームとか銃で戦うようなゲームなんですけど、うんうん、とかやってみたんですけど、本当にあの遅延がかなり少なく快適に楽しめましたね、うんうん、あ特にあのよ、よりアンドロイドなんかだとあですね、うん、N6 より N10 プラスの方がよりあのなんだろう遅延少ないように私は感じましたね、うん、あなるほど、ねうん、あのあれですよね、特に N10 は、はいね、アダプティブ対応なんで、うん、クアルコムチップでしょうから、うんはいはい、他の会社なんかですと SBC で低遅延のシステムっていうのを提供しているところもあるので、でもそれではないし、ね、ちょっとどういう仕組みなのか本当に気になるんですけど、ねまあ、あの気になりますね。効果はかなりありますっていうところですね、うん、ありますあります。はい、というようなお話してたらすいません、またお時間が早くなってしまいました。あっという間です ね、 本当ね、メーカーさんいらっしゃらないところで好き勝手お話して申し訳ないんですけど、ね、N10 はもうともかく1回試してほしいし、はいあね、あの N6 の方はもうぜひ母の日に送ってください。母の日推しでこちらの方は、うんはい、推しで、あのどちらも富士アイビック試聴機用意してございますので、ねはい、ぜひ一旦 まあ、お試しいただければちょっと、今は、ね、あのお話したようなことがお分かりいただけるかなという感じで、はい